七不思議の裏不思議七裏です。よろしくお願いします。本当にね、今日まだ暑いですよね、このでも夜はちょっと過ごしやすくなってません？あ、そうですか。ええ、部屋とかなんか何ていうの、例えば2時3時とかさ、はい、その辺の部屋の中って若干涼しくないですか？ああ、気温が下がってきたからこうなんだなみたいな。なるほど。僕はねちょっと部屋では実感してるんですけど、この前ね、ええ、あの結婚してるやつらでねいろいろ話してて、はい、ね、あのやっぱ部屋のねエアコン問題でね、あ、みんな悩んどると。どっちに基準合わせんだと。難しいですね。ガンジがね、ガンジがね、まあ、ね、僕はね、もう部屋をもう死ぬぐらい寒くしたいんですよって言ってて、まあ、冷えがいい人ね。そういや、でノブさんも一緒でしょ。俺もそうなんですけど、どっちかっつうと。で、そのガンジーは自分の家だけがエアコンのね、うん、温度を高くされると思い込んでたらしくて。どういうこと？あ、だからその横須賀家だけその奥さんがその冷房をね冷やさずにもう高めの温度にされるっていうのを悩んでたんですよ。あ、なるほど。でも俺とかね、他にもね、いや、もう何やったらそれよりもですよと、こちらサイドはその時のあのガンジー、他にも仲間がいた感の顔がものすごく可愛らしくて、あの人はね喜怒哀楽が人の2倍出ますからね。みんなもそうだったんですね。安心しました。他は違うと思ってたんで。そう自分とこだけだとね。だから自分の家庭だけ、あ、こういう、ね、そういうことだったらきついなって思ってたらしいんですけど、大丈夫だよということでね。あれですか、はい、ノブさんは大体何度設定にするの部屋？今はエアコンがいいやつなんで、多分、あ、自然にやってくれるんだ、はい、だから27度で、いい感じです。あ、そうなんだ、はい、でも俺は26にしたいんですよ。でも嫁は28度にするんですよ。ああ、せめぎ合いだね。これ1度でどうかみたいなところだよね。そう、1度上がるか下がるかで、これは1度上がるか下がるかって人は思うかもしれないけど、自分の希望とは2度違うってことだもんね。そういうことなのね。そう、結構これって大きくて、わかるよ、そういう気持ちは。嫁の言い分はね、もう正論なんですよ。子供が出入りするから、冷やしちゃダメだと。まあね、そうよ。の割にね、子供寝てる時も俺の部屋バンって入ってきて、ケッてあげるんですよね。まあトータルでうまくいってないみたいなことになってますけどね。大丈夫ですか？全然うまくはいってないですよ。まあエアコン温度問題ね、ありますけどね。ありそう。今日はですね、はい、怖い話よね。いいですね、これちょっと温度冷やすようなね、怖い話をいきます。いや、寝たよこれ。うまいこと言いましたんで。最近速攻性の安眠剤だからね、これちょっと周平さんにも流行りそうでね、僕は嬉しいですね。お買い段めくりぜひご覧ください。これが流れる頃にはまだかな、まだでしょ、まだかな、ちょっともね、うまいことあなたが言うと、はい、両サイドが寝るっていう、ね、展開がありましたんで、お楽しみください。そちらもでは、はい、9点さんですね。祖母に関するお話ということでいただいてますけども、はい、小4か小5の頃に、まあ、おばあちゃん当時年齢としては60歳代、はい、うん、ある日祖母がちょっと体調悪いということで、布団の上げ下ろしを頼まれたんですって、はいはい、うん、で布団をね押し入れに上げようとしたら、枕の下に、はい、ラシャ切りバサミ、大きな裁縫用の裁ちバサミ、珍しい名前ですね、ちょっとね、がタオルに巻かれて出てきたと、うん、何これと子供ながらに驚いたと。ただね、まあまあ聞くのもあれやから、そのままにしといたんです、はいはい、で普段からいろいろと信仰心の強い祖母だったので、なんかあったのかなぐらいはちょっと思ってたらしいですね。でしばらく布団の上げ下ろしは続いて1ヶ月ぐらい経ってからなんですけど、祖母の布団の枕の下ではなく、枕元にビニール袋に入れられタオルが巻かれた魚切り包丁がありました。スリの銀次かなこれ。ね、あの桃のね、桃伝のあのあれですよ、スーパーファミコン版で包丁4つぐらいありますからね。ありますからね。用途がありますから、あれは。なんかパワーアップしてる。あ、すこれやっぱ銀次ですね。さっきのねハサミからね、なんかパワーアップしたみたいなことでしょ。なんかパワーアップしてるって思ったらしいんですって。はい。はい、でどうしても気になったんで、なんで包丁を枕元に置いてるのって聞いた。はいはい。したら
おばあちゃんはね、うん、こうお盆が近くなって、うん、お墓の掃除に出かけた時に、うん、いつもの通り道に新しいお墓が建ってたと、はあはあ、で田舎のお墓は山を切り開いたような場所で傾斜もきつくて、うん、道幅90センチもなく、それでも相互方向行き来するような墓地だということで、左右になんかある感じですね、うん、で祖母は墓掃除の時にその新しいお墓に通り道に建ててなんだかなというような言葉を発したそうなんですが、あするとその後から夢見が悪くなり、うん、体調を崩し始めたんです、で夢見が悪い時は刃物を枕の下にと、はあ、昔から聞いてたので立ちばさみを敷いて寝ていたと。なるほど、ね、しかしそれでも改善されなかったらしく、近所にそういった知識に長けた方がいたので、うん、アドバイスを受けると包丁にバージョンアップしなさいと、ハサミではなく包丁やってみーと、そのね、それには作法もあってかなりうろ覚えなんですけども、はい、包丁を枕元に置いて寝る、うん、この間に何かをしていたようなあれこれ聞いた気がするのですが、ちょっと忘れました。何かがあるとここで、で後日決められた日に魚のアラを明け方近くにそのお墓の敷地あたりに埋めに行くというものでした。亡くなった人に悪態をついてはいけないと祖母が祟られたお話です。なるほど。その後祖母は元気になって私が成人するまで長生きしました、うん、近所にそういうことを教えてくださるような方がいたというのも驚きですが、うん、小学生の私にそれを話す祖母もきっと怖かったんだろう、なと今更ながらに思う祖母の年に近づくレディーババアです。なるほど、うん、レディーババアねえ、いやいやうまいのこれ、うまいのこれ、うまくはないと分かんないけど、ちょっとね全部反応しなきゃいけなくなってるんじゃないか。でもなんか風習では確かにあるんですよね。僕もちょっとハサミとか刃物を置くっていうのは聞いたことありますね。枕の下にって多いよね。うん、なんかね、多い。お札とかもね。そうそう、うん、だからやっぱり寝るもの寝具に直結する、で夢の中で現れるもののとの悪縁を断つみたいなのでハサミっていうのは聞いたことがありますけどね、うんうんうん、でもやっぱそれで何かがあってダメだからじゃあ包丁にっていうことでアップしてくるんですね。ねえ、この包丁でダメだったら何だったんだろうなとか思いますけどね。もっと上上がっていくんかなとか、あれじゃないですか、こう稲を刈るなんか鎌、鎌大きさ的に包丁の上鎌で、鎌の次が斧じゃないですか。いやもうちょっと夜に誰か殺そうとしてるでしょ。おばあちゃんとか思うんで、最終的にもう全然効かへんってなったらおばあちゃんチェーンソー引いて寝てる。おばあちゃん最近チェーンソー引いて寝てボケたんじゃないかねって多分思われちゃうけどね。怖いですけどね、まあ、ちょっと日本の風習にねちょっとこれなんか調べていくといろいろありそうですね。なんかね、地方で、地方でそして変わりそう。あ、これ募集しましょうか。地方の風習、風習、うちのとここんなん、うん、こんな風習がありますみたいなのね、聞かせてもらえたら面白いかもね、うん、いいですね、はい、では続きましてなぎきちさん。これどっちなんだろう、タコかな、これタコっていう字もこれだよね。ああ、でもこれでなぎとも言う、なぎですね、どっちだろう、まあ、どっちかです。なぎきちさんかタコきちさん、どっちかね、はい、小さい頃から、うん、不思議な体験してると、はい、7年前にも不思議な体験したので、聞いてください、はいはい、当時私は愛知県、こちら豊明市ですか、豊明市、うん、豊明、豊明、どっちかだ ね、 ね、この読み方問題はねありますけど ね、 ね、すみません、ちょっとね、お嫁に行き、はい、知らない土地ながら生活をしていました、はいはい、で3ヶ月ほど経った時に、うん、左足の腫れと動くだけで息切れがしてきて、近くの病院に1週間通ったけども症状が良くなることはないと、うん、で大学病院に紹介され、まあ、検査入院、はいはい、でその後即入院と、すごい、で病名は肺血栓、肺の血管に血栓ができる病気、それが心臓に行くと死ぬ恐れのある病気、怖いよな、絶対安静だったので集中治療室、うん、その晩のことです、はい、テレビもなく暇の私は寝ることにして、うん、何時間寝たかわからないけども目が覚めかけの時です、うん、不意に部屋の天井を見るとそこには真っ黒の巨大な蜘蛛の巣を発見しました。怖っ、びっくりして起きてもう一回天井を見ましたがそこには何もないんです、はいはい、あの黒い蜘蛛の巣は一体何なんでしょうか。なるほど、ね、今でも私は不思議に思っていますと。部屋に蜘蛛の巣がね張るとすごく縁起が悪いとか、うんうん、気持ちがこれも確か風習であったと思うけど、うん、家の中の外じゃなくてね、あの居間であったりとか、うん、部屋であったりとかに蜘蛛が巣を張るとすごく縁起が悪いみたいな、うん、何かの予兆であるみたいなことを僕もこれ風習で聞いたことあって、うん、で自分の部屋になんかフレッシュで喋ってるのかな、あそうだ、
雲がね、雲ったんでしょ、そうそう、あのエアコンの近くのところに巣作っちゃってみたいなって、うん、であれっていうのもパッと見ですごく縁起が悪いものに見えるんですよね、うんうんうん、部屋の中にそういうのがあると、うん、でこれの場合は特にその黒い、色の、うん、クロスであったということが、はいはい、黒が気持ち悪いですよね、うん、だから縁起が悪いことにさらにその門を強調するような、うん、じゃあそれ誰が貼ったんだと、うん、まあその夢とかね、なんかその怪我とかのあれで ね、そう見えたのかもしれないけど、ね、うん、でもなんかね、ただあれですよ、あの桃部屋に貼ってあったあの蜘蛛の巣、うん、悪霊ね、悪霊じゃねえよあれは、完全、いや普通の蜘蛛だったから、もうタッチが悪い悪霊、すごいニコニコした蜘蛛だったよ、いや顔わからんよ蜘蛛の笑顔わからんよ、逆に気持ち悪いよ、でもなんか蜘蛛かなんかで笑ったように見えるみたいなやついない、かカエルか、あカメムシだっけ、わかんないけど、いや、まあ、カエルの裏側もそうそうでしょ、こんな感じなってるやついるじゃん、そうそう、模様がねそんな雲でしたからね、僕のは多分大丈夫ですよ、悪霊です、悪霊なんですか、あれ、でも本も出版して好調ですよ、悪霊です、悪霊なのこれこっからなんか来んのこれ、続きまして、はいはい、三坂さんです、三坂さんありがとうございます、5年ほど前実家で体験しましたと、はい、一時弟の部屋がとてもよろしくない雰囲気になっていたことがあります、うん、弟自身毎晩のように金縛り、うん、老若男女の顔の青白い集団が夜な夜な弟を囲んでくるという、そんな時期があったんですよ、怖い、それはじっと弟を見てるだけなので、弟はまあ気にせずにね、うん、まあ、昨日も出てきたわみたいな、すごいな感じなんですね、でそんな話も日常になりつつある、そんなある日、うん、私は朝の7時頃から子供が起きる前に洗濯物を干し取ったと、うん、弟の部屋のすぐ裏手に軒下があり、うん、そこに洗濯物を干すんですけど、うん、どっかからなんか音がすんなと思いながら洗濯物を干し取ったんですって、はい、したらどっから聞こえるのか分からずに、さらに鳴り止む気配もないから、うん、何これと、何の音と聞き入ってみると、うん、ポク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 木魚、あ、うん、の音が聞こえると、おで、まあ、お隣さんが変な宗教でも始めたのかなと思いながらね、うん、こう音源探ったんですけど出どころ分からないと、うん、でまあいいかと思いつつ洗濯物を干すのを再開してしばらくすると、今度は何やらブツ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 つぶやく声が聞こえてくると、うん、何だろうと聞き入るとそれは念仏、そしてその声はどんどん大きくなってきて、うん、あまりにもはっきり聞こえてきたので洗濯物を干す手をやめ、うん、どっから聞こえてくるのがたどったと、うん、どうやらお隣さんではなく弟の部屋から聞こえてきています、すごいね、しかし弟はすでに仕事、部屋に誰もいないんです、はいはい、私は生きてる人ではないと思い無視を決め込みました、うん、それから30分以上その音は聞こえ続け、うん、私はなぜ私は洗濯をしながら念仏を聞いているんだろうと、その状況のお母さんに思わず笑ってしまいました、うん、まあまあちょっと分かりますけど、で、まあ洗濯物を干し終えてね、うん、弟の部屋のカーテンの隙間が少し空いていることに気づいて興味本位で中を覗く、うん、するとそこはいつもの弟の部屋ではなく、うん、黄金に輝く祭壇が見えます、相変わらず念仏は聞こえる、するとスーッと光の玉のようなものが人の形になっていき、昔の位の高そうな黄金の派手な袈裟と帽子をまとったお坊さんの姿に変わりました、すごいですねこれ、私から見るとそれは後ろ姿だったので顔まで拝見できないんですけど、弟の部屋を中心に新鮮な空気があたりに広がっていきました、ついさっきまで笑っていたのに私の中の邪念も洗い流されるようで、その神聖な光景に自然と涙がポロポロ出てきました、なるほど、涙を拭り、いつの間にかその声も姿も消えていましたと、うん、姿は消えたんですけどまだ近くにいるかもと思って俺もかねて数分間手を合わせてみましたと、うん、それから弟が夜な夜な集団に囲まれることはなくなりました、はあはあ、今思い出すとそのお坊さんのような方、うん、後ろ姿でありましたけども男性でかなり痩せていた方でした、うん、知識がないので何とも言えないんですけども、かなり大昔の方のような感じというか小柄な方のようでしたが、とてもオーラが不思議で綺麗な方でした、うん、死んでもなお世のため人のためと生前の生き様のままさまよわれているかと思うと感謝と尊敬もありますが、切ないような何とも考えさせられる体験でしたと。すごい、三坂さんはね結構いろいろお話いただきますけど、もうこれもとても不思議ですよね、黄金の坊主ね、え、ね、でまあ多分その弟さんが夜な夜ななんか囲まれると、うん、で囲まれててこのお坊さんが出てきたらそれがやんだってことでしょう。だからまあね、なんか関係があるんだろうね、坊さんが払いに来てくれたというのがね、あまあまあまあすごいよね、うん、で普通だったらさ実際このじゃあ夜中囲まれると、うん、でこんな現象あるんですって霊能者の方に言ったら霊能者の方が来て払ってくれたという話はあるじゃないですか、うん、
ね、霊が霊を払ってくれたみたいなところってちょっと珍しいなと思ったりしますね。多分結局守護霊が来た霊を払うのと同じパターンでしょ。位の高いこのお坊さんみたいな方っていうのは三坂さんの家系にいらっしゃる方なのかな。でもわからない、それはさまよってる、さまよう幽霊な感じもしますけど、あでもなんとなくさ、寝てるのを取り囲んでるのって自分の親族みたいな話結構あるじゃん。まあありますね。どっちかなのか、どっちなのかなとかちょっと思ったりしますよね。え、先祖が悪いってこと、うん、じゃなくて先祖が取り囲んでて、うん、それがちょっとさ、だいたいなんか体調が心配で先祖が周りを見てるとかってあるじゃんか、はい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 、でまあそれをちょっと怖いな、こんなことあるんだよぐらいに思ってたら、はい、なんか謎の存在が来て、はい、その存在が来たらそれこそがなくなったっていうわけじゃん、はい、どっち両方先祖だったのかなとか、どっちが先祖だったのかなみたいな、2つとも違うのかなとかね。その囲んでんのは、うん、囲まれた後に体調がちょっと悪くなったでしょ。いや多分ね、怖いなんか慣れてるから、うん、弟さんも気にしてなかった、そう昨晩も出てきたわと気にしていない様子でしたっていうだけだった。まあ、体調が悪くなるとかないんですよ、ね、なかったみたいね。あ金縛りにあった青白い集団に夜な夜な囲まれるっていうところ、だから弟さんが特に害がないから、うん、どうなんだろうねっていう、ね、いやまあまあ分からないです ねこればっかりはね、因果関係がちょっと難しいです、うん、でもこれきっかけで亡くなったっていうところでね。では続きまして、はいはい、リトルマロンさんからの体験談です。幼少期から霊を見る、霊と話をする、友達についている生き霊からの攻撃など、うん、いくつか話があるんですけども、はい、今回私の人生で一番悲しくて不思議で、うん、今も解決できていないお話になります、はい、私は以前子供が生後5ヶ月の時主人を自死で亡くしておりますと、うん、あ私は〇〇に在住なんですけど、主人の最後は北海道函館市でした、うん、喧嘩をした次の日に主人は黙って家を出て行きました、うん、出て行ってから亡くなるまでの1週間、うん、主人の職業柄在住している市の警察、うん、北海道の警察、 JR までもが協力してくれたんですけども、まあその甲斐もなくてこの世を去ってしまいました。なるほど。私は主人が他界する数ヶ月ほど前に2つの印象的な夢を見ています、はい、1つは高層マンションに、まあ、私たち家族が住んでいて、うん、私が買い物から帰ってくると玄関の外側に、うん、俺はお前に突き落とされて死ぬと書かれた紙が貼られていたという夢、うん、もう1つは近くのショッピングモールの喫茶店でお茶を飲みながら外を見ていると、うん、歩いてきた男の人を見て、あれ旦那仕事なのになんでこんなところにいるんだろうと、似ても似つかない人を見て旦那だと思ったという夢でした、はいはいはい、それから数ヶ月して主人の件があり、主人の身元確認に函館警察に主人のお父さんと行ったんですが、確認をする前に別室で所持品の確認と聞き取りをされました、うん、私はご主人がメモ書きされたノートが見つかりまして、こんなことが書かれていました、うん、目撃証言からも自殺で間違いなので一応聞きますがと警察の方に言われ、うん、そして見せられた主人のメモには、うん、私の名前が書かれていて、うん、で私に殺されたのと同じというメモがあったんです。あで、まあ、義理の父にあまり変わり果てた姿なので奥さんに会わせない方がいいのではと言われたようです。うん、しかし私は殺したと言われるくらい憎まれているなら最後見届けるのがせめてもの私のできることだと覚悟を決めて遺体安置所に向かいました、はいはい、主人はよくドラマに出てくる遺体が入った袋のまま台の上に置かれていました、うん、そしてチャックを開けて見た瞬間、うん、あの夢の中で見た男の人だと、うん、そう思いました。そうです、数ヶ月前に夢で見た似ても似つかない男の人の顔なんです。12階から落ちて脳液も出てるぐらいに頭に衝撃があったので顔は潰れて、潰れてはいないものの腫れがすごくて、うん、顎も歪んでパンパンの顔でした。なるほど。今考えてみるとあの夢の中に出てきた時になぜ生きている人だと思ったのか疑問に思うぐらい生きている人間の容姿でありえない歪みと腫れ、まさにあの夢の男の人の顔そのままでした。なるほど。その夢のままに見た夢の張り紙の内容、突き落とされて死ぬ、これは予知夢と言えるのでしょうか。確かめようのない話なんですけども、こんな体験他にもされた方っているんでしょうか、ということでいただいております。ちょっと内容がかなりね、なんていうのかな、重いというか、はい、でもちょっと僕分かるのが、
夢の中で出てくる人の顔をね、うん、本当の人と全く違う顔なのにそう認識してるっていうことはあるある、ありますよね、あるあるある、ね、全然ある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 ブー、これは若い方ね、100人に聞きましたっていうね、昔 TBS だったかな、関口博さんの番組がありましてね、争うんですよ両チームでね、それのあれですね、ある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 はね、やっぱ見てました、あれ、うん、めちゃくちゃ見てましたよ、あれはやっぱりだってないだ、それないだろうっていう意見でも、あるあるって言わなきゃいけないじゃないですか。で、その時ってやっぱちょっとあるあるの声もテンション下がってるんですよね。そういうのね、そういやないだろうみたいな。顔笑ってなかったです。そうそうそう。いやそれはある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 みたいなね。そんなことはどうでもいい。どうでもいいんですよ。だからちょっとね、だからそのまあ夢がね、でまあ見たものとでもその実際に亡くなられたご主人の顔を見た時、それが全く一緒だったっていうのはかなり。びっくりするでしょうね、うん、こんなことってあるんだな、ね、そうそうそう、ちょっとそので実際にね体験された思いとかもうんとかなり、ショックだったとは思うんですけどね、まあ、夢の中で、まあ、夢の中でなんかそういう偶然みたいな一致することっていうのは、うん、まあ、往々にしてはあることだと思うんですけどね、なん、まあね、でしょうね、これは予知夢と言えるのでしょうかという質問なんですけど、うん、予知夢とはまたちょっと違ったりもしますよね、なんかね、うーん、なんだろうね、予知夢というか、まあこういうね、うん、結末を迎える可能性があるから、うん、今だったらまだなんとかなるよ的なね、うん、ことを先祖が見せてくれたのかもしれないし、まあそれでもね、それをさせないよね、無理無理無理、こっち側で、ああこれはそうなることが旦那との間でありえるからそうしようなんて思わないもんね、もっと分かりやすくしてほしいですよね、そう、それもね、教えてくれんの、もう出てきていいやんもうじいさんとかがで紙に入ったの見せるとか、そうそう、お前は何月何日にこの病気になるから気をつけなさいと、うん、はっきりね、そう、それだと分かりやすいよね、長祖みたいな紙持ってる大体こういうのっていつも先祖らしき人が出てきて口をパクパク動かしてるけど何て聞いてるか分かんないとかね、分かりづらいのが多いんでね、 LINE くれよLINE してくれよ、とても助かるよね、文面でね、そう、でちょっと重い内容だったら重い内容送った後にちょっと可愛いスタンプ送ってくれたりとかね、和らげてくれたりとかねするといいかなと思いますけどねっていう感じでございます、いろんなお話ありましたけども、以上です、はい、ありがとうございました。七不思議の裏不思議七浦です、よろしくお願いいたします。でもね、でもねの何か分かんないですけど、だよねの言い方ででもね、でもねなんてなかったっけ、でもねはないないか、そやなかったのか、だよねの言い方、いい内容ですからね、あれね、だよねが通じる体で喋ってるけどいや通じないですよ、95年とかですからね、考えたらイーストエンドプラスユリのユリ可愛かったなじゃないんですよ、東京パフォーマンスドールの出世組だなじゃないんですよ、これ考えてみたらねTPD みたいなね、あれでしたけど、倉庫はね、はい、いいですよね。いや、その、流れてない時に話してた流れを急に持ち込むのやめなはれ。でも、なんかね、その自分もね、はい、庭、実家ですか、はいはいはい、実家なんで建てた時にね、なんか、倉庫いるでしょ、やっぱり。そう、うん、なんか有効活用みたいなので、倉庫をね、兄貴が提案してきたんですよ。はいはい、で、あ、倉庫かってなったけど、意外とママ、庭がママあるから、普通に置いたりできるからね。なんかそんなに倉庫置くほどでもないなってなって頓挫して置かなかったんですよ、はいはいはい、まあでもあったらいろいろね、スコップとかも、スコップってあんま使わないけど、あでも一軒家の場合冬ね、そう雪ね、雪来ますよね、あそうだから出れないでしょうね、車あるでしょ、ああその辺とかかなりやることになると思うよ、ね、いやそうなんですよ、だからそういうのね、うん、もう必要やし、あとなんか外で使うもの置いときたいじゃない、わかる、俺やったらいっぱいあるんですよ、釣り竿とか釣り竿は倉庫だね、でしょ、ああでちょっと俺ゴルフやりたいんですよ、うわブルジョワの遊びじゃないですか、もう完全にゴルフやるようになったんだこれ
人生という18ホールをね、大人なんでね、はい、もうね16ホールぐらいまで来てますからね人生。うわ、あと2ホールじゃないですか。そうですよ、もう少な40代は16ホールですよ。まあ確かにね、子供がいて家買って車って結婚した後も死ぬだけだからね。本当に子供の成長を見守ってね素晴らしいね、大人になってからですけどね。だから、うん、倉庫いるんですよ、買いましたけど、一輪車とかもね。いや、はい、あのね、僕の中のイメージですけど、はい、女の子って一輪車を絶対やるんですよ。やるよ ね、でしょ。でノブさんの娘さんも多分小学校、うん、低学年あたりで周りがやってるからとかいう理由で一輪車をやりだすんで、一輪車は絶対倉庫だね。あれはなんかその時代その時代でローラーブレードが流行ったからさ、今が分からんね。今何やろうね。ローラースケートは流行ったじゃない、光源氏の影響とかもあったしね。でその後ローラーブレード、ローラーブレードみたいな、あとスケボーか、キックボードも出たし。でスケボーはちょっとジャンルが違うじゃない。ああ、そうね、スケボーロッキーってあったけどね、コロコロコミックで。ファミコンロッキーまず知ってる。ファミコンロッキーはします。ファミコンロッキーが終わった後にファミコンロッキーの表紙よくこうやってわかる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 。いや、もうゲームするのに動きアクロバティックやなと集中できる、その動きみたいな。でファミコンロッキーが終わったでスケボーロッキー、スケボーロッキーがね、またあんま受けなかったんだ。いや、受けないでしょ。だってすっごい早い期間終わったんですよ。ファミコンの後のスケボーは流行らんて、ちょっと振り幅がでかすぎて、うん、で多分ね、その頃多分コロコロの視聴者層的にハガキとかにスケボーが楽しいとかね、ハガキが来たんですよきっと。若干来た時ね。で漫画家の人に、じゃあファミコンの後スケボーでどうだみたいな、ロッキー残しでみたいな大変なことがあったと思うんですよきっとね。いや、だからコロコロってその流行りをね、うん、チョイスするけど、もうそのハイパーヨーヨーの漫画とか、ね、いろいろあったじゃない。ね、ビーダマンとか。ビーダマンあったね。なんかそのいまいちでしたよね。ベイブレードとかなんかね。まあ、俺らはちょっと世代ずれてるから分かんないけどね。突き抜けてなかったな、イメージ的に。そう、いろいろちょっと昔のことを思い出しつつ今日は。ビックリマンの話。ビックリマンの話をしちゃったら、しちゃったら偉いことになる。セントボンミロクの話。セントボンミロクの話をしようとしている。ダメですよ、セントボンミロク。ダメなんですよ。ダメですよ。意味がわからない。セントボンミロクですよ。いや、ちょっとあの、ミロクって今考えてみると、ミロク菩薩とかのあれから来てるんだよね。そのミロクですよ。島田秀平さんがよく話しますよね、ミロク菩薩の話はね。そうですね。さあ、行きましょう。はい、言います。はい、黒田学さんからいただきます。ありがとうございます。昨年祖父が亡くなって、見える力が強くなってきたと。でね、こんな力手放せたらいいのになと思ってるんですって。あ、よく見えると。で家族では、うん、母と妹にも霊感があります。うん、自分と同じくお酒が入った時は目が充血した時に感じやすい。耳鳴りというかモールス信号のようなものが聞こえるらしく、何かメッセージを残してるかもしれないと伝えたところ、うん、母も妹も見たことないし、そもそも幽霊なんていないからと言っていました。あららら。オフモードを常にできる人だからというか、うん、オンの入れ方を知らずに過ごしているらしく、うん、当人は気づかずに幽霊なのに人として接していることもあるようです。周りから今誰と話したのとよく聞かれることもあるようです。霊感の感じ方みたいな、体験なんですけど、はい、なんだろう、耳鳴りとかモールス信号のようなもので何かを感じたりするとかさ、なんか見えやすくなるタイミング、はい、お酒が入ったところ目が充血すると感じやすいとか、はい、っていう体験なんですけど、はい、人によってやっぱこういうのは違うんだね。違う。だから俺はあれですよ、嫌なことあった時です。あ、メンタルが下がってきた時、なんか嫌なことがあった時ですね。うーん、嫌なことがある場合とか、この先に。ああ、なるほど。それさ、なんか自分の気持ちが下がった、うん、だから見えた、うん、とかじゃなくて、 見る線香の時もあんの。見て、あ、でも見てそれで自分の気持ちが下がっていくっていうのは見ちゃったからみたいな感じだもんね。だからね、すげえ難しいですけど、うん、なんか腹立つな、嫌やなって思ってるともうスイッチ入ってるんですよ。ああ、自然と、うん、ああやばいやばいってなって、うん、で、ああ、なんか怒るなとか、なるほどね、時があるんです。それってなんかちょっと自分の意思とは関係ない部分で見えるようになっちゃうというのは気持ち悪いね。そう、嫌だよね。強そうですね。だからそれでなんかこうね、こうメンタルがちょっと嫌な時、こう下がってる時とか、うん、あ、やばいなと思って自分が認識してる時は、うん、周りに幽霊がいた場合、幽霊も分かってるんですよ。
あ、そうなっていってあろうと、ね、そう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 、だから存在をね、見つけてほしい人は見つけて。あれでしょ、ノブさんのね、一番の有名怪談、見つけてフレーズが出るとね、僕もちょっと思い出しちゃいますけど、反応しちゃうんですね、あのトイレのね、上のね、銀のあのトイレットペーパーのとこあるじゃないですか、あれカラカラカラって、あれ人間無意識にあの部分見ちゃいますよ、話せるやんって俺の。で、幽霊側も認識してほしい場合は気づいて出てきたりするんですよね、多分ね、やっぱりここにいるんだよっていう、寂しいんだろうね、みたいなこと思うよね、僕はそうだと思いますよ、上に上がり方を分かってないというか、ああ、だ生きてる人に俺が困ってることを伝えたいみたいな、そう考えるとやっぱりちょっとこっち側が知らないだけで霊の世界ってかなり寂しいかもしれないよね。そうやね、だって幽霊同士が仲良くなってってあんま聞かないですもんね。聞かないね、幽霊同士が見えてね、うん、なんか一緒に出てくる2体出てきたとかは聞くあるけど、けど基本ピンコードだもんね、うん、ありがとうございます。次がしのぶさん、はい、私の姉から聞いた話です、はい、私の姉は千葉県のとある病院勤務ですと、うん、そこはお年寄りや寝たきりの方の患者病棟もありますと、はい、そんな病院のとある病室である時、うん、部屋のベッドの一つだけがフラットの状態から90度になっていることに気づいた。おー、それは何度もフラットに直しても気づくと90度に戻ってるらしいんですよ。なんでしょうね。しかし姉は心霊など信じない人なので、あれ変だなと思うだけで別に原因を調べたりはしていないようです、うん、その病院に何か言ってるんですかねみたいな感じですね。フランスベッドとか昔でいうパラマウントベッドみたいな、はい、ああいうのって家にあったことあります？ああ、ないですね。ないでしょ、はい、うちね、母方の祖母が、うん、僕が、中3の時に亡くなってるんですけど家にあったんですよ、そうで最後の時とかね、ばあちゃんそこでよく寝てたんですけど、うん、でもあれってボタンとかをちゃんと押さないと変わることっていうのは実際ないですから、あれって、うん、ゆっくりうんってなるじゃない。ゆっくりなる。あれ壊れた時ってバインってなったりするのかな。ああ。いやなるでしょ、でもそれは。いや怖いよねあれ。いや絶対、まあそれはね、壊れた時のパラマウント俺は知らないけど。ちょっとだけ大きいのかな。あ、いやめっちゃかわいそうだな。なってて、うん、ポチって押した時におばあちゃんがバインってなったら。いや変なし、それで死ぬ可能性あるよ。ね、いや怖いよ。状態が重たい人だったらね。90度ってバインってなってる。危ないよな。あれ変ね、変ですよね、ベッドは。だから多分まあなんとなくですけど、前に使われていた方がいつも何だろう、何時になったらその角度にするとかを決めてた。90度にする、いや分かんないけど、90ですにはしないか、こうやでだよね、もう座椅子だもんね、うん、いやないですよ、座椅子もだって70度ですよ、いってベッドを90度にする時の時って何が考えられる？まあのもうゼロに近いよね。90度でしょ。っていうか90度まで行くんだって思った。いや思った思った。だから俺もイメージ70度とか80度ぐらいの、まあね、いやいやこれぐらいで話すことはあると思うけど、なんだろう、不思議だねめちゃくちゃね、うん、続きまして、はいはい、高谷さん、高谷さん自分は事故や災害によく会うと、うん、で会うんですけど、うん、絶対に死なない、はい、死なない理由があります。何でしょう。正確には52歳までは死なないという前置きが入るんですけど、お少し長くなります、お付き合いください。実は2つ理由がありますと、はい、うん、今回そのうちの1つです、はい、説明する前提条件として、うん、私が何度か時間や空間を超える体験をしているというのがあるんです、はい、何ですかこれ。すごいですよね。当時小学校高学年だった私は家の裏にある森に探検に行ったと、うん、でこの森、野生のイノシシやシカ、サルなどがいて子供だけでは入ったらダメだと、うん、耳にタコができるほど言いつけられていたんですけど、うん、まあ入っちゃったらね、あの人道に迷って帰れないんだと、うんうん、でもこうさまよってたらイノシシと遭遇、あら私に気づいたイノシシが一目散にこっちに突っ込んでくる。これ怖い、危ない。ぶつかると思った時にパンパンという音が聞こえ、それに驚いたイノシシは違う方向へ走り去ったと。音のした方を見るとライフルのよう銃を抱えたお兄さんが立っていて、こっちへ駆け寄ってくるところでした。しかしそのお兄さん、私に声をかける直前に目の前で消えたんです。
驚いて私はそこから逃げて、そこをどう通ったのか覚えてないんですけど、見覚えのある道に出ることができて無事帰宅しました。それから数年後、中学生になった時、周りでエアガンが入り出して、親戚のお兄さんからお風呂のライフル型のエアガンを譲ってもらい、ここまでね、森の中でサバゲーのね、サバゲーだったよね。え、いや俺もだって小6ぐらいの時やったことあるもん、サバイバルゲームって。はい、いや今流行ってるサバゲーあるじゃないですか、それの前身みたいなね、そう感じのやつね、昔ものあったんですよね、はい、で高いところから相手を探そうと見下ろしていると、小学生ぐらいの男の子を見つけました。そばにはイノシシがいて、今にも男の子に飛びかかりそうな勢いでした。とっさにイノシシに向けてエアガンを撃ちました、当たりこそしなかったものの、音に驚いたのかイノシシはどっかに逃げていき、慌てて男の子の方に駆け寄ると、目の前に来た時に突然男が消えました、目を離した隙に見失ったとかではなく、本当に目の前で忽然と目すら合っていたのにです、一緒にいた友達は呼んできた親と辺りを捜索したんですが見つからない、また私がわけのわからないことを言っている、もしくは私の見間違いだということで話は終わりました、さらにそれから数年後、大学の体育会に入った私は先輩からの精神的いじめ、環境の変化に耐えられずに、ちょっと鬱のようになってしまい、死ぬことばかり考えていたと、ある日ふと走っている車の前に飛び出せば楽になるのではないかと思い、気づいた時には車道に体を投げ出していました。ガツギの瞬間、服の首根っこを後ろからものすごい力で引き戻した、引き戻され、訳も分からずに目を白黒させていると、私を歩道側に引きずり戻したおじさんに気づきました、一目見てそれが年を取った自分であることに気づきました。小学生、小中学生の頃の体験もフラッシュバックしてきて、あれはやはり自分だったんだと確信に変わりました、あなたは自分なのかと聞くよりも早くそうだと、食い気味で帰ってきたんですね、これね。すごいね。続けて質問しようとした私の声を遮り、今年50人になった、それなりに楽しくやってるよと笑いながら消えました。すごっ。自分が52歳というと2041か2042年、その頃には時間を超えれる装置が完成しているのか定かではないですが、52になった私は18歳の自分を助ける必要があるので、20年後あの場所に行こうと思っています。52歳の自分に助けてもらったことがあるので、少なくとも52までは自分は死なないと理解した出来事です。すごいですね、これね。高谷さん、僕結構お話をいただいてて、はい、どこで話した、不思議大百科のところでも話したけど、はい、高速走ってて白いトンネルに入って、本来6時間ぐらいかかる道を30分でワープしたね。そう、白いトンネルの話をいただいたりしたのも高江さんなんですよね。だからすごくそういう体験、見た不思議な体験の方があるっていう中で、まあ、このお話っていうのも、少年の時の自分を助け、そして大学生の時の自分を助け、ね、で自分がそういう気持ちが下がっている時に52の自分に助けられるみたいな、すごいなと思ったらここね、時をかける少女じゃないですけど、まあ本当そんなような感じよね。ね、時をかける少女って響きすごくいいですよ。絶対可愛い。ああ、まあもちろん。時をかける少女って。いや、それはもちろんそうですよ、ね、だって時をかける少女っていうぐらいですからね絶対可愛いですよね。美少女がやっぱりこう時空を超えるのはね、美少女じゃなきゃダメなんですよ。ダメなんですよね。時をかける童貞やったらダメなんですいや、それは別にさ、男性でいいじゃんいやいやいや、その人のなんかさ、コンプレックスの部分で呼ばなくていいじゃん時をかける童貞、いやいやいや、こういうそうじゃないですか。ダメですよ。これは時をかけるの後は、はい、もう性別でいいんですよ。性別でいいんですか。例えば、はい、時をかけるニキビ面とかね、はい、コンプレックスで思ってること言っちゃダメなんです、絶対。時をかけるネクラとかね、ダメなんです。ダメなんですよ。なんかちょっと。でも童貞は時超えれそうですよね。もう超越した世界を生きてるからね、それはね。魔法使えるんでしょ、だってね。30超えたらみたいなところですけどね。僕は40超えたんで、やったことあるから何回ぐらいやるんですか。 2.5回。 2.5 回って何で0.5 がまず分かんねえし、いやもっとあるし考えてみたら、なんやねん 2.5 って半分や中まではやったみたいな、なんかっていうことでしょうね。続きまして、はい、のんさん。のんさん、先日、はい、不思議な体験したんですって。はい、ベッドでね、寝とった時にこうリビングの方からくちゃ、うん、っていう音が聞こえてきたんです。何でしょう。
で猫こうてんすけど、うん、2匹とも私の周りで寝とると気のせいかなと思ったんですけど、足元に寝ていた猫も音が気になって、うん、リビングに向かう廊下を見てかなり警戒してるんです、はいはい、やっぱり気のせいじゃない、うん、バルコニーの窓を書き忘れたかなと、うん、泥棒だったらどうしようかな、怖い怖いと、うんうん、最後にバルコニーの窓を閉めていたのは夫なので、隣に寝ていた夫に、うん、ねえねえバルコニーの窓を鍵閉めた、なんか変な音したんだけどと聞いてみると、うん、そしたらね、うん、閉めたと思うけどなと、起きて見に行ってくれた、はいはい、侵入者だったら鉢合わせしたりしないかな、どうしよう、まあね、幸い鍵は閉まっていたようで、夫は戻ってきて、うん、そのまま眠りにつきました、はいはい、で安心して私も寝ようとうとうとしていたら、うん、窓をノックするの、びっくりした、えそっち、うん、霊的な方、人とかじゃなくてね、でも施錠も確認したし、人間でないならまあいいか、いやいいんかいな、おい、そう思うの、その日は廊下の方がずっと気になってなかなか眠れない、はい、翌日私が在宅で夫が休みだったので、うん、お昼ご飯はまあ近所でね、うん、まあ、食べてみようと、はい、マンションのエントランスを出たら、うん、来客用の駐車場にシルバーの普通のバンのような車と家族らしき人たちが数名その周りに立っていた、うん、何だろうと何気なしにその車見てみると、小さく霊柩の文字、あ、夫もそれに気づいて誰か亡くなったんだろうと、うちの実家の団地とかもそうなんだけど、団地とかマンションって周りの目があるから、ご遺体は夜中のうちに移動したりするんだよと、あ、なるほど、だから昨日の夜とかに来たのかもねと、うん、ゾワゾワした、はい、あのさ、昨日変なことがあってね、うん、あの窓閉めたって気にしてたでしょ、うんうん、そうそう、しかも実はあの後あのコンコンってなんかノックされた音を聞いたんだよ、はいはい、あ、それ俺も聞いたよと、2人とも聞いてたと、関係があるかは分かりません、うん、でもこのマンションは新築で、私たちが住んでいる部屋は他に誰も住んだことはありません、うん、お亡くなりになった方が近くの部屋なのか、あ、部屋の方なのかどうかも分からないです、うん、でもあれは何だったんだろうというオチも何もないちょっと怖い体験だ、うん、神奈川県横浜市のとある区でのお話でした、なるほど、ちなみに夫が神奈川出身です、ノブ、うん、さんの神奈川とのことで、たまに YouTube に出てくる神奈川のとある場所、団地などの話を聞きながら、どこだろうねと2人で考察していますということでね、ありがとうございます、よくチャンネルを聞いてくださってるので、うん、ありがたいですけどね、まあ結構なんかね、お話聞いてる感じだと霊だったらまあいいかみたいな感じ、なんかちょっといろんな体験してるから慣れてるような感じも、ね、そんな気がします、見受けられますよね、うん、ご夫婦で、まあ、多分心霊経験があったり、うん、であったその経験があるからこそ、多分七不思議も興味があって見てくださってると、うん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 、ノブさんのね、神奈川の団地っていうのは多分あの話ですね、エレベーターのやつですね、ウィンウィンの、そうです、あれ、あれは団地です、マンションです、あれマンションなんだ、団地はですね、うん、あの僕が蕎麦屋の出番で、蕎麦屋か、あ、団地に持ってったらってやつだね、そう、扉がちょっとしか開きてなくて、うん、金ばかって出されてチャンネルで昔やってどっかでも一回喋ったよね、蕎麦屋の出前の話ね、蕎麦屋の出前の吉野屋のところの話、はいはいはい、あとあれだ、俺が思ってた男子の方はあれだ、あの2機空いてるエレベーターに一気に入って、はいはい、入ったら、はい、まあまあ、自分の階押すんですよ、はいはい、でやっぱ人間無意識にやっぱ光ってるとこ見るじゃないですか、俺の話せるやないか、それマンションやってる無意識に見るじゃないですか、シリーズはここの見える、あの見つけてのと、ええ、無意識に見るシリーズはだってそのエレベーターのここの点灯するところと、そうそう、あとカラカトイレのカラカラの時の銀のところを無意識に見る2つが出てくるね、ノブの、そうそう、なんか無意識に見るっていう、無意識に見るということで、ええ、集中力を散漫にさせるんですよね、なるほど、この辺のところ見ちゃうじゃないですかって俺のこの手のところに集中いくから俺が次何か言うたら絶対怖がってくるんですよ、あ、そういう技術があるんですか、で人間上の方、今何階にいてるかっていうのを見ちゃうじゃないですかって、こうね、上を指さすんですよ僕、そしたらその上の方みんな見るんですよ、見る見る、だから僕が急に下でドンってやったら、あ、ここそうだ、考えたらその後の展開がそしたらその、ま、エレベーターが急にドンってこうって来るよね、緩急が、これ、いや、そのそうそうだ、ノブの緩急、ノブの緩急がね、ちょっといろんなところが垣間見れますので、ノンさん、面白いお話ね、ありがとうございました、はい、今後も7歌よろしくお願いします、してます、ありがとうございました。七不思議の七不思議七浦です、よろしくお願いいたします、ございます、最近はノブさんのプロポリスがね
炸裂していますので、あれもう、もう半分プロポリス半分ぐらいはもう、そうですね、スカイポリスしたの？スカポリしました、ね、スカポリしたんだ、家にいる時も普通にやったりしてるんですか？家にいてる時は僕、うん、枯れないです声。ああ、まあ喋るのがあんまりないだないかってことか。なんかこのやっぱこの、うん、このトーンで喋るから喉を俺痛めてるんですよ、はい、だって俺普段そんな張らないですし声。張ってほしいなで言われますよ。えって言って、奥さん、ええ、ちっちゃいからでしょ。え何決まりました。聞いて、なんで川久保さん出てきた。なんで川久保出てきた。それほんま川久保さんの前でそれ言うのやめや。あれ気まずいから。え、この前ね、初めて炸裂させたからね、いつだっけ、今度のフレッシュ流れるよね。いや、彼女も言うてたでしょ。え、何ですかそれ。何ですか。決まりました。これね、決まりましたね、ちょっと面白かったんですよね。まあちょっとピックアップしだしたのは ね、いや、そう、そん、うん、現場見てないと面白さちょっと分かれへんのが。そうなんですよ、残念。うん、で、あのあれフレッシュはね、原稿いっぱいもらってね、うん、まあその時間の中でさ、何を喋る喋れないとかあるから、まあ、決めるわけですよ。そう、でそれ決めて2週間分とか決めるとね、うん、原稿も多いし紙だから、もうこのノブをね、どこに読む読まないとかをぐちゃぐちゃなんですよ結構。でそれで2週分決めるんで、かなり時間かかってる時に川久保さんが決まりましたって言うんですよ。まだなんですよ、すいません。あ、はい、決まりました。早いな。こんな早くないですよ、ええ、でもディフォルメしてね、ええ、じゃあこんな感じで僕らが遊んでたんですけどね。 それがね、今こうやって皆さんの間でも流行りだして流行ってないですけどお届けしますもんね、でもね、はい、このプロポリス、これね、こういうのってやっぱこう思い込めば効くじゃないですか、うん、あ、いや、そう、いや、それは絶対ある。で俺も、うん、とかやるんですけど、うん、明らかに前よりも出やすくなってるんですよ、うん、ああでもいいことだね、うん、でもこれ普通ね、水に薄めて飲むといいって書いてあって、うん、あ、最初にね僕やったんですよ、水でね、うん、で辛かったんだよね、激まずくやったんですよ。でその直接喉スプレーみたいに使った。そうだ、あのね、七浦のコメントで、はい、多分ね、これいただいた方が、はい、送ってくださった方が、はい、七浦で一回喋ったじゃん、喉の通り良くなった、これすごくいいみたいな、はいはいはい、そこのコメントで、はい、なんか私が送りましたと、で、細かいそういうね、直接の方がいいことを手紙で明記せずに、はい、すいませんでしたみたいなことを、本当ですか、だからね、直でも全然あれみたいよ。これいいっすよね、多分ね、うん、そうそうそう、七浦主義助けられてますんで、これにプロポリススプレー、とても喉のね、なんかこう通りが良くなると。まずいんですけどね、明らかに。で、良薬は口に逃がし的なところで ね、活用させていただいてます。じゃあ行きますか。はい、投稿階段、ちょっと待ってくださいね。スタミナ太郎と牛角とキングクラ、あ、これ岩岡行き好きから LINE でしょ、ね、すいません。何の話してんの、食べに行こうみたいな話してんの。カイキスキーから LINE でした。あ、来てたんだね、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、若さん、若さん、ありがとうございます。井上もう井上若でないことはもう明白ですよ。七不思議に送ってきてる時点で。の花ですね。いやいやいや、暇か。やることあるだろ、もっと。若の花やることあるだろ、きっと。違うんですか。違いますよ、 WAKA で、若雪国って高道の国のね、俺も思ったら今、あのいたんですよ。ファイプロネームだとね。そっちの方が道の国出てきたよ今、そうなんですよ。次三段落ちで道の国行こうとしてたのに。だからちょっと俺もどうしようかなと迷ったけど、確か若雪国がいたと思ったんでね、すいませんでした。亡くなったお母さんが生前に話してくれた怖い話なんですって。はい、うちの実家居酒屋を夫婦でやっていて、うん、国境に近い離島だったので、うん、大きな自衛隊の基地もありました。でお客さんも警官や自衛隊が多い、うん、そんな居酒屋でした、うん、そこでお母さんがお客さんの自衛隊さんから聞いた話、はいはいはい、面白そう、ね、ある日山で明かりをつけずに夜の暗闇を
車や徒歩で進む訓練していたそうです。あるんだねやっぱそういうの。舞台で山を進んでると絶対人がいていないはずの暗闇にうごめく人影が無数に見える、うん、うわ怖。それに舞台の全員が驚いて全員見えた、どうしていいか分からず戸惑っていた、でね戸惑っていたら隊長から気にせずに前に進め、いやいやして無茶言うな。で訓練なので怖い感情を押し殺して進んだ。はい頑張った。隊長さんはそういうものを見られている感じ、その後も舞台の中でそのことは触れてはいけない空気で、その隊員さんも他の仲間にあれが何なのか聞けなかったそうで、その隊員さんはママさん本当に怖くてさと母親に愚痴っていたそうです。なるほど、ね、母親が私に自衛隊さんは怖い目にあっても訓練、やめないからかわいそうねと話してくれたことが印象に残っており、投稿させていただきましたと。深掘りできていないのでこれぐらいですいませんということなんですけども、ありがとうございます。仕事というかね、何かを守らなきゃいけないっていうところだから、なんか前もさ七浦かで七不思議の熱烈なワンフーの高宮先生が誰ですか、いるじゃないですか、ね本名がね、あ本名なんだっけな、あそれで高宮なんだと思った経験があるんだよなもうでも自衛隊のお話ね確か送ってくれたでしょなんか言ってました、ね、なんか、でも行かなきゃ怖くても行かなきゃいけないみたいなところっていうのが、俺だったら行けとか進めとか言われても目の前に幽霊とか言ってさ、はい敵よりある意味怖いみたいな、生かされんすよ、やだよな大変だよなみたいな、って言うでしょでも周りは言わないんでしょ、周りはない、周り言わないけど言うでしょ、うん、いや言う、はい、絶対言うと思う、幽霊がいてんすよねお前、えいや早いないや幽霊見たらええじゃないです今のは幽霊がいるって周りのやつに言われての驚きの絵、驚きで、そしてまた実際見たらまた言うから、いやその時は幽霊がいた時はいやそれは愛知のそう愛知の千歳郎じゃ出ないから、それは本当に怖かったやつだから、あれはあれはいつかみんなに見てもらいたいね、えちょっと見せたいわ、心霊スポットのね、まあ、てかお仕事に行った時の廃墟旅館みたいな俺だけじゃない、関口さんもやってたからね、これは2人でウホウホ言ってましたね、怖かったんですよ。続きまして、はいはい、岩田さんからの体験なんですね。岩田さんありがとうございます。自分がお化けというか目に見えないものは確かに存在すると感じたお話ですと、はいはいはい、ある年の正月、5日のことでした、うん、1月5日ところね、はいはい、大学の頃から交際していた女性と年末に喧嘩がある、うん、なんだか鬱とした年越しをした後、喧嘩してなかったら一緒にどっか出かけたんだろうなと、まあね、正月を実家で、過ごしていた時、うん、ふとそういえば自分は厄年だと、はいはいはい、今まで神社でお祓いなんか受けたこともないけども、うん、どうせ家にいたって何もすることがないから、はいはい、近所にある大きい神社に出かけて申し込みましたと、はい、三が日も終わって1月も5日となると仕事始めの会社関係の人が多く参拝に来ていて、うん、その中に混じって慣れないお祓いの儀式に参列しました、うんうん、祝詞の後に順番に名前と祈願名目が述べられ、うん、これ何て言うんですか、これは何でしょう、鈴払いかな、鈴払い、鈴払いなど儀式が進んでいくと、屋内の拝殿なので、うん、外気が入ってこない場所だったんですが、うん、神職さんが、うん、白い御幣、かな、御幣で仕上げのお祓いをささっとしてくださってタイミングで、うん、目に映る全ての景色が左から右に向けて霞が消えていくような、おそのすごい鮮明に見えたんです、すごい表現だね。それまでが煙っていたり霞んでいたわけでもなくて、意識していなかった普通の世界が一新して鮮明になったというか、厄年のお祓いが正しく行われているという実感を目の当たりにしました。俺もやってみてえの、やったことないですか、逆に。俺ないよ。もらってきたけど。何を、あのあ、違う、これそれ成人式だ怖いあのおじいちゃんが成人式の時に俺にお札みたいなのもらってきてくれ、いやいや自分で言ってないんですか、自分で言ってない、俺え逆払ってないよ、いやすごいな、うん、だからでも終わったからとか思ってる、抜けてますからね、そうだ、何もね、何もなく抜けたんだよね、どこやったかな、で神社を出るとっていうところで多分ね神社を出ると年末からのまあね、うん、そして気分がね、もう消し飛んでて、はい、でも彼女のこともね、うん、もう素直に謝ろうっていうね、なるほど、になって、うん、で早速電話したと、うん、で彼女は喧嘩別れした直後、僕の親友が慰めて夜を明かしたその流れで、そのまま男女の関係になっていたそうです。わお、きつい年明けになったんですけども、まあ妙にね、さっぱりと生まれ変わった感じで再出発、まあまあそうね、この神社は越中
一宮っていうのかな、岩倉小山という神社なんです。ほうほう。この後の年越しでも少し不思議なことを家族揃って目にします、はい、神社で新年年越し一番のご祈祷を受けるために、うん、年末の23時半頃から家族揃ってご祈祷の受付に並び、うん、社務所の他に正月だけ拝殿脇に簡易的に設けられた受付で申し込みをしようとした時のことです、うん、家族3人で並んでいると小学生だった娘が何かを見つけました、うん、それは簡易受付の真上に、吊るされた蛍光灯がブラブラとブランコみたいに揺れているのです。ほう。何かが当たって揺れているというレベルじゃなくて、まさにブランコのように揺れ続けとる。その受付に並んでいる人数は少なかったんですが、我々家族が気づいて見上げているので他の人も次々に、その様を目にして、うん、みんなそれぞれ不思議がってると、うん、蛍光灯の揺れはずっと続いて、なんか途中からむしろ楽しんで家族で見ていました。なるほど。揺れているのはその蛍光灯だけ、並びで吊るされている他の蛍光灯は揺れていない。怖いというよりありがたい気持ちで拝殿に進んで、カウントダウンからの年明け大太鼓の鳴り響く中でお祓いを受けてました。怖くないですけども、不思議なことって日常的に起こるんだなと感じた現象です、ということでいただいてます。不思議ですね。そのちょっと印象的で途中でもね話しましたけど、もともとが煙っていたわけじゃないけど鮮明に見えるようになった、うんうんうん、っていうことは、はいはいはい、自分で気づいてないけどちょっと曇ってたってことなんだよね。ありますよ、多分それってさ。これすごくありまして、あ、神社基本的に神社行った帰りって晴れてますからね、パン目の前が、あ、やっぱなんかをスパッとがなんかが落ちてるのかね、うんうん、目の前にある、目の前にあるって何なんだろうね。なんかたまたま神社に寄った時ってそういう時なんですよ。なるほど。導かれてるとか。ああ、ちょっとわかるわ。行ってみようって思う。もうすごいわかる。でしょ。最近あったから俺それ。あ、そう。行かなかったんだけど。行かへんのかいね。帰ってきた。帰ってねろ。帰ってねろそのまま。すぐに。髪切ったんですよ僕最近ね。はいはいはい、で髪切ったのが二子玉川っていう駅で。はいはい、で切り終わりがまあまあ昼過ぎぐらいだったんで、はいはい、あ、いつも昔家族で初詣で行ってた、はいはい、まあ、近所の氏神様があるんです、玉川神社ってとこなんですけど、玉川神社寄ろうかなと思って。ちょっと貧乏ちゃまみたいな髪型になってますね。ちょっと待って、これはセットが今日は七浦だからほら映像残んないじゃん、うん、だからこうなってる。皆さん貧乏ちゃまみたいな、貧乏ちゃまじゃねえよ。いや見えないでしょ、これ貧乏ちゃまであることは。横が貧乏ちゃまみたいな。で横を貧乏ちゃまにしてくださいって言ったんだよ。言ったの？言ったの。じゃあよかったよ。そしたら漫画見ながらやってくれたから。そうだからこうなってるだけであって大丈夫ですか？あ、そう。で？で世の中でもその時、あ、なんかそういう気分になったことってかなかったんですよ、はいはい、あんまり、あ、なんかちょっと寄ってみようかなみたいな。その時はね一応行った方がいい。行った方がよかったよね。おいでって言ってくれてるから多分。あ、断っちゃったんだ俺。じゃあ、まあ、そしたらはぁってなりますから、もういいや、なんだあいつ誘うのやめようぜみたいな。近所の氏神に省かれるの嫌だからな。近所の氏神さん、おいでちょっと自分危ないでって言ってくれてるわけですから。そうですよね。その時の気持ちに従うと、そうそう、うん、多分なんか晴れたりするんだろうね。そうそう、例えばですけど、はいはい、君がいるだけで心が懐かしいなこれ、強くなること。いや、そう、米米クラブの君がいるだけの歌詞だからね。例えるなよ。いつの時ももうねね、二人はね、なんだっけ、その後忘れたけど、例えなくていいんですよ。いいんですよ。だからこのね、うん、生き量とかさ、ああそっか、がそう、ね、こうバッて来てる時に、うん、勝手にね気づかないけどなんかちょっと重たいなみたいな時は、なそういうの行くと、ね、まあ、簡単なものであれば綺麗になるんで。ね、浄化されるところがあるっていうね、うんうんうん、いい例でした。岩田さん、ありがとうございます。続きまして、はいはい、三毛猫2222さんからの体験談です、はいはい息子長男が去年体験したショート会談にありますと。息子は夜景を見に行くのが趣味、ある日の21時頃、うん、家から車で2時間弱ぐらいの、まあ、とあるね、うん、山の夜景スポットへ夜一人で出かけました。ほうほう。山道の途中の駐車場に車を止めて、そこから暗い山道を徒歩15分ぐらい、登ったところ山の上、にあるスポットなんですって。ちょっと怖いですけどね、15分山道歩くのね。15分そこそこや、まあまあ歩くよね。でね、そこでまあ写真撮ったりね、うん、そこから友達に電話をかけて話してる時に、うん、急に電話の中でプチン、なんか切れたような音がするんです。はあ。でね、友達の声が急に聞こえなくなってきて、はいはいはい、
急にですよ、うん、女の人の声でめちゃくちゃ怖いよこれ。うめき声聞こえてくるんです、はあ、それはまるですぐそばにいるかのような大きな声だったのでとてもゾッとしました。怖いね。そしてやっと友達の声が聞こえてきたので、今の何と友達に聞いても、うん、はあ、みたいに、何も聞こえてないけどみたいな。なるほど。で、まあ後で調べたところ、その場所は夜景スポットであると同時に心霊スポット、その場所に浮遊している霊の声だったんでしょうか、うん、息子が心霊スポットで幽霊に取り憑かれていないか心配ですと言ったんですけども、夜景スポットであると同時に心霊スポットと呼ばれるところでもあったと。多いですからね、なんかね、一緒になっちゃってるというかね、うん、観光スポットで場所ですからね、夜景が綺麗なところって。まあそうか、で、うん、そこで例えばなんかなんだろうね、飛び降りたり命を絶ったりしてる人がいたりそうだもん ね、 ね、うん、でカップルできて揉めたりもするでしょうし、ありそう、いろいろそういうのはね。こいつ一緒に夜景来てるけど浮気してんじゃないのみたいなね、そんな念とかが残ったりもするわけだから、人が多く訪れる場所、うん、で特にそういう霊とかが活発化しそうなね、うん、なんとなく23時ぐらい、21時ぐらいから車で2時間ぐらい、うん、行ったりとかして、まあ、景色が良くてね、すごいすっきりはするだろうけど、同時に怖い思いもしそうですよねってとこかな。続きまして、はいはい、シュウさんからいただきました。ありがとうございます。私はかれこれ1年3ヶ月ほど、うん、個人経営のカフェで働いていますと。雇われ店長的立ち位置で従業員は私1人。ああ大変そう。私の上にオーナーがいるんですが、うん、とても優しく、何より私の趣味の怪談も受け入れてくれて、うん、去年はお店で怪談イベントを開いたり、怪談をモチーフにしたメニューを提供したり自由にさせてもらっています。それはそんなお店で起こった出来事、うん、私がお店で働き始める前日に遡ります、はい、その日はお店がお休みで、私は渡された鍵でお店を開けて次の日の準備、うん、その時、友達過去 A さんにしておきます、うん、A さんにも手伝いをしてもらっていたんですけども、ある時その A さんが、待って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 と、うん、私はびっくりしてどうしたのと聞いたところ、うん、今奥のキッチン横に通り抜けていく女の人見たんだけどと、うん、ちなみにその時私はキッチンに背を向けた状態で作業をしていました、はいはい、歩く動作はしていないんです、うん、また A さんによるとその女性髪は黒くて腰までの長さがあったみたいで、うん、私の風貌とは全く真逆です、うん、その後特に気にせず作業を続けて、いやいや、ゲップが来ましたね、いたんですが、途中私も A さんがすごい自然に出ましたね、へーみたいに出ましたね。したよ。なんでこの彼女とかにウケそうな笑い。なんかあるよね、こんなんね、あるさりげないやつね。そうそうそう、ギャップ出ちゃったね。2人で笑いやめなよ、わざとじゃねえよ、汚いどこへ呼んだこれ。で作業続けててね、続けてて、うん、でこう腰までね、長さにあって私の見た目とは全然違う、うん、女みたいのいたと。でね、気にせず作業続けてたんですけども、途中にね、うん、私も A さんがいない時に、はいはい、西西ってね、この2歩歩く足音聞いたんですよ。明日からここで働くんだけど嫌だよ ね、 ね、不安なまま運営が始まったと、はい、で後日別の友達のちょっと見える子にこの話言うと、うん、30代ぐらいのカップルか夫婦の幽霊だよ、居心地が良くているんじゃないかなと言われた。うん、私はどちらかというと見えないので、うん、そのことがあってから今現在まで特に運営していて支障もないですと、うん、霊障もないです、霊がいても気にせず普通に営業しています。しかしとあることが起きたので今回階段を投稿することに決めました。あ、そうだったんだ。こっからですよね。以上にしときましょう。いや、読んであげて。今回なんで以上にしましょうなんですか、これ読みましょうよ。これはこれがあったから送られてきてるわけですから。以上です。以上じゃないですよ、何かがあるのに、何かがあるんですから。読みます、お願いしますよ。そんなことがあった数日後、うん、朝の時間帯に私はお店を開ける準備をしてたと、うん、その際ちょっとトイレに行きたくなって、心の中でね、うん、朝は他にトイレ使う人がいなくて気楽でいいなと思い、うんうん、気を緩めてトイレに入ってズボンを下げようと思った瞬間に、うん、隣の個室からジャーというトイレが流れる音、もちろん入る前に扉が開いていて誰もいないことを確認しています、うん、もしかしたら誤作動の可能性もあるんですが、霊だとしたら私は人はいなくても霊はいるんかいと心の中で突っ込み、違う意味で気楽ではなくなりました。なるほど。そんな経験が続いて現在進行形でまだ霊がいるのではと思う日々なのです。うん、また女性は確認できましたが男性の方は確認できていないので別れたのか、うん、例にもいろいろあるかもしれませんねと。これね、
ここだ。でその今ノブさんが話し始めの5行6行分ぐらいが、うん、少し前階段好きというお客さんがお店に来たと、うん、でその時階段話はいろいろ話してた時に、うん、そのキッチンの向こうって誰かいると聞かれたと。でだってゲップの時、そうゲップの後ね、ゲップの後に、なるほどなるほど、あ分かりました分かりました、うん、ちょっと戻ります、うん、で、その日お店が休みで、うん、私は渡された限りでお店を開けて次の日の準備をしていたと、うん、で A さんにも手伝いしてもらってて、で A さんが、待って待ってと、うん、どうしたのって言ったら今奥のキッチン取ってたと、うん、で女の人がこのお店にいると、いると、でここよミシミシでね足音がした後に、後日別の友達のちょっと見える子にこの話を言うと、30代ぐらいのカップルか夫婦の幽霊だねと、うんうんうん、で、まあ、気にせずに営業すると、はいはいはい、だけど少し前に階段が好きというお客さんがお店に来てくださって、はい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 、その時階段話やいろいろお話をしていた際にそのキッチンの向こうって誰かいると聞かれ、うん、だって扉の向こうでボソボソ話してる女性の声が聞こえたよと言われたことがありましたと。そうそう、この部分というか、それでその後にトイレでなんかジャーって勝手に流れる音、いるんかいっつってね。そうだから、なんていうの、人がいないのに人いるんかい。でもここは今でも普通に営業ができているっていうか、まあ多分ご本人周さん自身があんまり気にせずに働いてるようですけど、でもなんかまあまあ見た感じあんまりいたずらな、いたずらというか、ただ普通に霊が住んでいて生活音みたいな感じですよね、うん、よくある感じですけどね、うん、そういうのってなんかね、ボソボソ喋ってる女性の声、この喋ってる内容が気になりますけどね。何喋ってんだろう。だそれっていうのがさ、なんかちょっと怖いことだったら嫌じゃない。あ、なんかこのお店になんか悪い影響をもたらすことかもしれないみたいなさ、うんうんうん、ことを言ってたらあれだけど、うん、全然明るいことだったらね、だい別にいてもいいかなみたいな思うか。いてもいいかなっていうかさ、なんか。でもずっと見られてますよ。え？仕込んでるの見られる。じゃあ俺店で仕込んねえよ。あ、仕込んないですか。いやいや仕込んないでしょ。普通に俺が周さんの立場でカフェ経営してたら仕込んないでしょ。いやあなた仕込ります。ああ。これ僕は否定はできない。もう常人がしこらない場所でしこってきた男がね、伝説のしこ人ですからね。そうです、だから車のガレージ、人の車のガレージでしこったこともありますし、あ、怖いですね、その時の音はまさにシャコ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 でしたけどね。最低ですね、このエピソード。最低のエピソードですけど。でもこれ周さん、カフェされてるということで、うん、僕もいただいたことあるんですけど、お話、はい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 、ね、T シャツいただきましたよ。あ、ありがたいですね。あの、いや、二人とも、はあはあ、漢字書いてあるやつ。あ、あれか。あの方です。四つか三つぐらいな、はい、書いて書いてある。そう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 。とかを目指して、ね、くださってる方だと思いますね。でもなんかすごく階段が好きで、階段イベントお店で開いたりとかされてるということでね。呼んでもらったら行きますよね、我々ね。ね、なんかいずれそういうことができたらなと思います。はい、全然呼んでください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。